おひゃー、どうも IG でございます。本日なんですけども、マンチェスターユナイテッド冬の移籍市場どうするということで、まあワールドカップが終わり、始まるのはねクラブだけでなく1月からね冬の移籍市場も始まりますので、一旦チーム状況を整理していきまして、この冬の移籍市場で獲得すべきポジションはどこなのか、はたまた誰を獲得すべきなのかについて今日は話していこうかなと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。さあ早速ポジションごとに補強が必要かどうか見ていきますと、まずゴールキーパーに関しては、まあ、デヘアが怪我をしない限りおそらく補強しなくて大丈夫なんじゃないかなと思います。デヘアに関してはね、契約延長するかどうかが大事になってくるかなと思っており、まあ、その契約延長するかしないか問題に関しては来年の夏の移籍市場付近で大事になってくるかと思われますので、一旦この冬の移籍市場では考えなくていいのかなと思います。そんでね、ユナイテッドとデヘアは契約の方を延長すべきかしないべきかについて話していきますと、結構ここら辺が微妙な線じゃ微妙な線なんですよね。年齢が年齢なんで延長しなくていいだろうっていう雰囲気は感じますし、そういう意見もあっていいとは思いますが、マジでデヘア進化してるっちゃ進化してるんですよね。守備範囲も広くなってますし、キック精度もねだいぶ初期の方に比べるとマシになってきたかなと思います。まあそもそもセービング能力に関しては間違いないというか、世界トップクラスの実力であることは間違いないので、このままシーズン後半キック精度を高めていけば全然契約延長しても問題ないんじゃないかなと思います。一応俺はそうは思ってるんですが、テンさんはねそうでもないよみたいな記事が出ており、一応代わりの守護神としてねポルトガル代表で活躍していたディオゴ・コスター、そしてスペイン代表のねウナイ・シモンなどが挙げられております。この二人に関してはねもうすでにこの動画で話しているのであんまり詳しくは話しませんが、まあ個人的にウナイ・シモンはね、まあワールドカップの活躍を見る限りですけど、まあいらないんじゃないかなと思います。まあバルセロナ対ビルバオ戦でもいまいちでしたしね。そしてまあディオゴ・コスタに関しては割と獲得できたらいいんじゃないかなとは思うんですけども、契約延長したばかりですのでどうなるのかなーっていう感じです。で一応レンタルに出てるヘンダーソンもね帰ってきて彼を使えばいいんじゃないかみたいなことはあると思うんですが、ヘンダーソンは別に帰ってきたくないみたいな報道も見かけましたし、まあユナイテッド的にはね、まあゴールキーパー問題注目ポイントの一つなんですが、今じゃないのかなっていう感じがするので、まあこの辺にして次のポジションの方行こうかなと思います。そしてディフェンス陣営行きますと、まあディフェンス陣営はねゴールキーパーと比べるとまあケースバイケースなのかなって感じがします。まず左サイドバックなんですが、獲得する必要性も売却する必要性もないかなという感じになっております。ルークショーがねもし仮に契約延長しなかった場合は来年の夏にどうにかしなきゃみたいな展開にはなりそうですが、この冬には問題ないのかなって感じです。そしてセンターバックの方行きますと、まあセンターバックはどちらかというと問題が山積みとなっておりまして、冬に出ていくかもしれない選手たちを並べていきますと、まず一人目はマグワイアになるんじゃないかなと思います。マグワイア代表ではねめちゃくちゃ活躍してたんですけども、まあ今回の冬の移籍市場でマグワイアは結構シビアな感じになっちゃうんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ先ほども言った通り代表ではマグワイアかなり活躍しておりまして、攻撃時にはいいくさびを打ってイングランド代表のビルドアップに貢献しており、セットプレーでは高さを生かしつつ相手チームの脅威になっておりました。そして守備ではね地上戦でも空中戦でも相手を止めまくっており、要塞マグワイアが復活しておりました。このようにマグワイアはね攻守ともにめちゃくちゃ活躍してて、復活というよりもはや覚醒という状況に近いから、まあ俺はね、まあユナイテッドに帰ってきてバチバチな活躍見せて、ユナイテッドをかつてのように引っ張っててくれたらなとは思うんですけども、逆に代表で良かったこのタイミングで売ってしまうというのも悪くない選択肢なのかなと思います。年齢もねさりげなくアラサーという感じになっており、契約年数もね実はあんまり残されてはないじゃないんですよね。でテンさんの元々やりたかった戦術みたいなのはハイプレスサッカーでしたし、そのハイプレスサッカーに求められるセンターバックの役割っていうのはカバーリング能力すなわちスピードが求められるのかなと思います。マグワイアがねそのタスクが得意かというとそういうわけではなく、スピードがね速くない選手ですので、本来テンさんがやりたいサッカーとは相性最悪という状況になっております。今欧州で勝ってるクラブにねマグワイアタイプパワー系鈍足センターバックがいるのかっていうとそんな感じはあんまりしませんし、感情論だけで言うとすごいマグワイアが帰ってきて活躍みたいなのが一番嬉しいし、それが理想ではあるんですが、その辺の感情抜きにして本当にユナイテッドがねビッグタイトルを狙っていく、チャンピオンズリーグの出場権を確実に取れるような強いクラブになっていくっていうことを考えると、ちょっと
と売却してもいいんじゃないかなと思ってしまいました。結構プレミアアストンビラもエメリが就任しましたし、まあニューカッスルもねシーズン前半めちゃくちゃかましてましたし、結構マグワイアのことに関しては感情論を抜きにしてシビアに考えていってもいいんじゃないかなと思います。でリンデルフの方に行きますと、まあリンデルフに関してはね、まあ冬に出そうが夏に出そうがワールドカップにね出場してないのであんまり変わらないと思いますし、今シーズンの冬にね移籍させたとしてもあんまりリンデルフが高く売れるかというとそういう感じはなさそうなので、彼が移籍するのであれば次の夏の移籍市場なんじゃないかなと思います。まあマグワイアはね本当にイングランド代表でめちゃくちゃいいパフォーマンスしてたから冬の移籍市場で高く売っちゃってもいいんじゃないかとか思ってましたけども、まあ戦力に関してはねリンデルフよりマグワイアの方が全然頼りになりますので、あの本当に勝手な判断ではあるんですけども、リンデルフとユナイテッドは今シーズンで終わりなのかなと思ってます。そして忘れがちですがリサマル先生はねユナイテッドではフル稼働で活躍しまくってましたので、まあ優先度はねここの場合かなり低そうですけども、左利きのセンターバック、まあリサマルの控えになるようなセンターバックをまあ獲得してもいいのかなとは思ってます。まあこれに関しては優先度はあんま高くないというか、まあ来年の夏でもいい感じはしますけど、一応リストには入れててもいいんじゃないかなと思います。で焦点になってくるのが右サイドバック、まあワンビサカ問題ですよね。ワンビサカ、まあワンビサカに関しては本当に冬の移籍市場開幕中にどれぐらいかますことができるかが注目ポイントになってくるんじゃないかなと思います。この間のカラオバーカップでの活躍は素晴らしく、エリクセンに対してね素晴らしいアシストをしておりましたし、まあ割とね攻守ともに悪くない活躍をできてたんじゃないかなと思います。まああの活躍を見てねテンさんは結構ワンビサカに期待してるみたいなことも言いましたし、まあ俺もね同い年の選手なんで、もう一回全盛期の時のようなねディフェンスで相手を黙らせ続けてほしいっちゃほしいですが、まあカラバオカップ以外の試合、まあ親善試合2試合ともワンビサカが良かったかというとそういうわけではなかったんじゃないかなと思います。なのでね3試合中1試合良かったからワンビサカええやん復活やって考えてもいいとは思うんですけども、その1試合で信頼していいのかっていうとそういうわけじゃないんじゃないかなと思います。なのでね冬の移籍市場開幕中にも試合が何試合かあると思います。なのでそれら試合を見てワンビサカがまあ悪くなさそうだなっていう展開になったのであればワンビサカを売らなくてもいいと思いますし、まあ3試合中悪かった2試合みたいな試合をねワンビサカが今後していたのであればもうワンビサカは売ってしまってもいいんじゃないかなと思います。なんかどうしてもねダメな時の記憶へばりついてるというか、ワンビサカはディフェンス能力がねアイデンティティ的なところはあったと思うんですけども、そのディフェンス能力ですらちょっとイマイチな感じがしましたし、1試合良かったから残そうっていう感じになれるほどなんかな感動的な感じではなかったんですよね。なので残りの試合でねワンビサカに期待することを話していきますと、もともとドリブルは悪くない選手ですので、まあ、ドリブルでの推進で、まあ、しっかりボールを運んでいったり、ちょっと欲張りかもしれないですけども、まあ、パスする時の判断とかが良くなってたら残してもいいんじゃないかなと思います。そして守備面では前世紀のようなパキパキの守備をやって、まあ、相手の攻撃陣営を黙らせ続けてくれたらいいんじゃないかなと思ってます。まあ、特にね攻撃面というよりか守備面でのねああいう活躍が帰ってきたのであれば、交代枠はねついに5人になりましたので、まあ、ストッパー役としてねベンチに置いててもいいと思いますし、まあ、頼りになるんじゃないかなと思います。まあ、とにかくバンビサカカラフォーカップでは良かったですけども、まあ、引き続きいいパフォーマンスを見せて残留を勝ち取ってほしいなって感じです。でもう一人言うとするならばウィリアムズかなと思っておりまして、ウィリアムズバイブスは高いしね相変わらず超イケメンではあるんですけども、バンビサカを超えれるかダロトを超えれるか左サイドバックの2人を超えていけるのかっていうと、もうそこまでのポテンシャルを感じませんので、生え抜きの選手でイケメンでねめっちゃ活躍してほしいな。なんならね1920シーズン俺が見始めた時のねスタメンの選手でもあったんで、売却に関してはねそんなすげえ乗り切ったわけじゃないんですけども、もう見限って売却に動いてもまあ双方にとって幸せなんじゃないかなと思っております。以上でディフェンス陣営はこんな感じかなと思います。まとめていきますと、まあ、ディフェンダー陣営はケースバイケース、まあ、誰かが打ったら誰かを獲得しようみたいな状況になっておりまして、マグワイアを打った場合できれば左利きのセンターバックを獲得した方がいいよねっていう感じになっており、ワンビサカを売る場合は新しく右サイドバックを獲得してもいいんじゃないかなという状況になっております。まあディフェンダー陣営はね優先度が高いかというと売却した場合高くなるので、全体を見るとそこまでの優先度は高くないのかなと思います。で中盤の方を見ていきますと、まあ中盤もね似たような状況になっておりまして、フレッチはデヘアと同じように契約延長すべきかしないべきかみたいな状況になっております。なので今シーズンの冬の移籍市場で
他のクラブはフレッチのことをね割と安めの値段で獲得することができる状況にはなってるんですけども、まあフレッチのね他のクラブへの移籍情報みたいなのは現状出てきてませんし、他のクラブがねフレッチのことを獲得するみたいな報道もなく、フレッチがねこの冬の移籍市場で他のクラブに移籍するぜみたいな報道は出てきておりませんので、まあフレッチに関してはデヘアと同様に夏に要注目って感じになるのかなと思います。でね、まあフレッチはまあちょっと触れる程度なんですけども、まあ一番の注目ポイントはミスタードニーなんじゃないかなと思います。ミスタードニー、テンさんが就任してねプレシーズン悪くなかったので、こっからドニーのいいところが見れるんじゃないか、ブルーノよりドニーみたいな時代が来ちゃうんじゃないかと勝手に思っておりましたが、攻撃時にはね謎に高い位置を取り続け、ビルドアップに特に絡むことはなく高い位置を取ってるからね、相手のペナルティーエリア内でめちゃくちゃ活躍するのかと思いきや、なんかそういう活躍もするわけでなく、個人的にはね結構ファイナルサードでの崩しみたいなのがうまくいってないのでドニーが解決してくれるんじゃないかと期待してたんですが、そんなことは本当に実現することはなく、出番もどんどん減っていき、この間のカラバオカップではね最終的に途中交代での出番もありませんでした。なのでねドニーの移籍金4400万ユーロぐらいかかったんですけども、現在市場価格は2000万ユーロとなっており、こっから市場価格がねドニー上がっていくかっていうと、どちらかというと下がっていくんじゃないかなっていうのが考えられますので、まあこのタイミングで売ってしまってもいいんじゃないかなと思っております。まあもしドニーがねこの冬の移籍市場で売れた場合だと、まあ僕はねドニー大好きですし同い年だからねもちろん残って大活躍してほしいんですけども、現実的に考えたらまあこのタイミングで欲しいクラブがあるなら移籍するのが一番いいんじゃないかなと思っております。もしドニーが移籍した場合は中盤が5人になりますので、まあブルーノの控えになるクリエイティブなミッドフィルダーを獲得してもいいですし、まあそのクリエイティブな攻撃的ミッドフィルダーはね移籍金がねかなりかかってしまう可能性がありますので、まあこの枠はねもうすでにエリクセンがいると考えて、案外守備的ミッドフィルダーを獲得する方がいいのかなと思ってます。ぶっちゃけバルセロナとねケシエとドニーのトレードとかどうかなって思うんすよね。バルセロナだったらなんかドニー活躍できそうな感じありますし、ケシエ先生ねバルセロナで今うーんって感じが続いてて、なんでケシエは来ちゃったんだろうみたいな雰囲気出てますので、ここトレードしたらねお互いウィンウィンで終われる気がするんですよ。だからなユナイテッド急に起点聞かせてケシエとミスタードニートレードしてもいいんじゃないかなって勝手に思ってます。まあこんなトレードはね結構夢というか、まあキャリアモードかよみたいな感じはするんで、まあ現実的に考えていきますと守備的ミッドフィルダー獲得に動いてもいいですが、一応アカデミーにね素晴らしいミッドフィルダーイクバルくんがおりますので、そのイクバルをねカップ戦やリーグでの下位クラブとの戦いで試していくっていうのもなしではないのかなと思っております。なので意外とディフェンス陣営と変わらず優先度みたいなのはドニー打った場合でも高くないのかなと思ってます。うぇで前線の方に行きますと、2列目はねもう補強いらないなって感じはしますが、ストライカーは獲得必須なのかなという状況になってると思います。まず2列目なんですが、左だったらラッシュフォードとガルナチョ、右にはアントニーがおりまして、現状だとメンタルがやられてるみたいなのでなかなか戦力に換算するのが難しそうですけども、左右両方でプレーすることができるサンチョがおりまして、一応髪型をイケイケ仕様に変更したパンニーもね一応両方できるという扱いですので、まあウィンガーに関してはねユナイテッド充実してるんじゃないかなと思います。パンニーね髪型と同じようにプレーもイケイケになってくれたらねめちゃくちゃ最高な戦力になってくれると思いますので、パンニーにはシーズン後半期待していきましょう。まあ他の選手もね結構コンディションいい感じだから、もうウィンガーに関してはもう本当見てて楽しいポジションの一つだよね。で問題はストライカーとなっておりまして、腹筋先生がねワールドカップ期間前に退団してしまいましたので、マルシャル一人という状況になっております。で残ったマルシャルもね最近怪我がちなので、マルシャルがいなくなった時一応ラッシュもねストライカー起用できなくはないよレベルではできるんですけども、2列目がベストだというのがシーズン前半で分かったと思いますので、まあ獲得に動くべきなのかなと思います。以上でねポジションごとに補強が必要かどうかを見ていきましたが、一番獲得に動くべきポジションはストライカーとなっており、誰かが売れたら獲得すべきなポジションはセンターバックと右サイドバック、セントラルミッドフィルダーとなっております。なんでここから必要そうなポジションに誰を獲得すべきかについて話していくんですが、まずストライカーからいきますと、様々な報道を見る限り現状だとオランダ代表のガクポかポルトガル代表のラモスになってくるんじゃないかなと思います。彼らの特徴に関してはねすでにこの動画で取り上げてますので、簡潔に彼らの特徴をまとめていきますと、ガクポはねラッシュにめちゃくちゃプレイスタイルがそっくりな左ウィンガーなんですけども、まあ代表ではね
ラッシュフォードよりかはストライカーに起用した際活躍してくれそうだなっていう活躍をワールドカップでやっておりました。でラモス君はね一時期自らのウェイヨーをね磨いてる動画がツイッター上で拡散されており、無修正ポルノ系男優になっておりましたけども、一応プレイスタイルはザ・ストライカーという感じになっており、初めてスタメンに選ばれたスイス戦ではハットトリックをかましておりました。特徴としてはボックスストライカーかなという印象があり、ボックス内でボールを渡せばとりあえずゴールしてくれるぜっていう得点力を持ってました。それだけでなく中盤を助けるポストプレイみたいなのもしておりまして、ミューラーにそっくりだねみたいなことを言われておりましたので、攻守ともに貢献することができるいいストライカーという感じになっております。まあ2人とも本当に今回の冬の移籍市場、来年の夏の移籍市場では主役になるんじゃないかなと考えられております。で市場価格の方を比較していきますと、ラモスの市場価格は2400万ユーロとなっており、ガッポの市場価格は4500万ユーロとなっております。特徴と市場価格を見る限りですと、ぶっちゃけラモスの方が欲しいなと俺は思ってます。しかしトランスファーマーケット曰く、ベンフィカはねリリース条項が満たされない限りクラブは1月に彼を売りに出さないと言っておりまして、そのリリース条項はねカルチョメイト曰く1億2000万ユーロとなっているみたいですので、この冬の移籍市場でね、まあ1億ユーロユナイテッドが出せるかっていうと微妙そうなんで、ちょっと厳しいんじゃないかなと思ってます。で逆にガクポはね5000万ユーロぐらいでいけるんじゃないかみたいな記事が結構出ておりましたので、欲しいのはねもちろん男優ラモスなんですけども、ガクポはね夏の移籍市場の時から接触してましたし、そんなに高くなさそうなんで、この冬の移籍市場ではガクポを取ることになるんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ個人的な希望を話してしまいますと、ガクポねいい選手ではあるんですが、実際来てストライカーダメで左ウィンガーなりますなった場合だと、ラッシュもガルナチョも腐るみたいな状況が出来上がっちゃうんで、イガロみたいなベテラン系の頑張ってくれるストライカー来てくんないかなとか思ってます。むしろイガロ今来いよみたいなねこと思っちゃうよね。一旦イガロとかイガロみたいなストライカーでこのシーズン後半はしのいで、来年の夏に大金でストライカー獲得みたいな方がいいんじゃないかな、ないし来年の夏にラモスをしっかり獲得みたいな方がいいんじゃないかなって思ってます。本業はウィンガーなんだよね。まあ蹴るのもね、オランダ代表でのガクポの活躍が悪かったかっていうとそんなことはなく、むしろめちゃくちゃいい活躍してて、ワールドカップ予選真ん中の位置で3試合連続得点をかましてたわけですから、なんか本当に実力は間違いないんですよ。ドリブルでの推進力とかも悪くなかったし、なんでまあガクポが来た場合でもマルシャルとめちゃくちゃいい感じに競ってくれると思いますので、まあテンさんがいけると判断したんだし、まあガクポ来た場合はね喜びの動画の方上げようと思ってます。まあ実際ね、まあユナイテッド濃厚ってなってるけど、マドリーに行きますみたいなこともあり得ると思うんで、ちょっとガクポとユナイテッドに関してはもうちょっと待つしかないのかなと思ってます。で必須ではないんですけども、まあ誰かが出ていった場合獲得する必要があるケースバイケースなポジションの方を見ていきますと、センターバック、右サイドバック、セントラルミッドフィルダー、ストライカーみたいにねこいつかこいつ獲得で決まりだろうみたいな報道はなく、やんわりとしかね報道がなかったので、個人的にねワールドカップを見てて彼を獲得したら面白いんじゃないかなっていう選手がちらほらいましたので、センターバックからまずは話していこうかなと思います。センターバック僕が獲得したら面白いんじゃないかなと思った選手はセルビア代表のパブロビッチかなと思います。パブロビッチ194センチ、左利きのセンターバックとなっておりまして、現在ザルスブルクに所属しているみたいです。01式ビリー・アイリッシュ世代なのってロドリゴと久保くんと同い年となっており、非常に若い選手なんですよね。見た目は全然そう思えないけど、非常に対人が強く、ドリブルでの推進力もあり、左足のキック精度も非常に良く、パブロビッチかなり良かった記憶があるんですよね。カメルーン戦とかセットプレーで得点かましてましたし、そのカメルーン戦結局セルビアは負けたんですけども、パブロビッチが負傷してから結構セルビア良くなかったというか、左サイドからねガンガン裏抜けを狙われるようになったんで、まあ存在感も結構強かった気がするんですよね。結構グループステージ前のことなんでね、過去を美化している可能性みたいなのはあるんですけど、まあともかくそれぐらい存在感があり、相当いい選手だったなっていう記憶が僕の中に残っております。でまあキャリアの方を軽く見ていきますと、地元のパルチザンからモナコに移籍して今ザルツブルクにいるということみたいですので、まあいい感じの若手選手ルートを歩みつつ、世間はね彼に全く注目しておらず、むしろグバルディオル一色みたいな状況なので、彼ほどね即戦力万能感みたいなのはないですが、彼はね左利きの選手なので、まあリサマルの控えとしては結構最高な選手になると思いますし、まあマグワイアと遜色ないフィジカルを持ってますので、マグワイアが移籍した場合でもしっかり彼は活躍してくれるんじゃないかなと思っております。市場価格もね21歳と非常に若手選手ながら2000万ユーロと控えめな感じになってますし、この冬の移籍市場マグワイアを売った場合でもまあ大体高くても3000万ユーロぐらいにしか
ならないと思います。なんでね、多分マグワイアの市場価格が3000万ユーロぐらいなんで、まあ、マグワイア3000万ユーロでそのまま売れたとしてもそのままペイできる感じにはなってますし、本当にパブロビッチ獲得しても個人的にはいいんじゃないかなと思ってます。まあ僕はねセンターバックでパブロビッチを獲得すべきだと思いましたけど、ワールドカップでいろんな選手が活躍しておりました。センターバックでね、マグワイアが移籍した場合、まあ、リサマルの控えになるようなセンターバック、彼の方が良かったよみたいな選手がいればコメント欄に明言してくださると幸いです。そして右サイドバックの方行きますと、まあ結構有名な選手なんでね、僕が言わなくてもみんな分かってるし、みんな欲しいと思ってるよって突っ込む方が多いと思いますが、ユラノビッチ最高でしたよね。一応95年式ティーバブロ世代となっており、173センチ右利きの選手となっております。一応ねセルティックに所属しているみたいで、我らが大然と同僚ということになっております。ユラノビッチ今回のワールドカップのサプライズ枠というか、めちゃくちゃいい活躍をしててびっくりしましたよね。とにかく攻守ともに走り回ってクロアチア代表のことを支えていたと思いますし、あのハードワークはね本当にすごかったよね。そんでハードワークをするだけでなく、かなりスピードも速い選手で僕たちを驚かせてましたし、そのスピードを生かした攻撃参加も非常に良かったんじゃないかなと思います。スピードがいい、走り回るみたいなことだけ言うとね、脳筋選手なんじゃないかと思う方多いと思いますが、パスの判断も悪くなかった印象があるので、もう本当にびっくりしたというか、もうひたすらユラノビッチいい選手、ユラノビッチ欲しい欲しい欲しいみたいになった人結構多いと思います。でびっくりなのがね、活躍だけじゃなく市場価格もねびっくりするような価格になっておりまして、彼の市場価格は現在650万ユーロとなっております。この価格帯で彼を獲得することができたら最高だと思いますし、まあ、ユナイテッドに来てもね悪くない活躍を見せてくれるんじゃないかなと思います。まあしかしあんまりユナイテッドにねユラノビッチ獲得報道は出ておりませんし、このような価格帯ですので、まあ、ラリーガのクラブも獲得に動けるような感じとなっており、バルセロナとアトレティコはね右サイドバックを欲している状況ですから、リーガ勢がねささっと彼のことを獲得みたいなこともあり得るんじゃないかなと思います。まあとりあえずね、まあワンビサカがねダメそうで、ユラノビッチのことをねどのクラブも獲得に動けてなかったんであれば、札束でねリーガ勢をしばいて彼のことを獲得してもいいんじゃないかなと思います。そしてセントラルミッドフィルダーになるんですけども、セントラルミッドフィルダーはカイセドかラビオを獲得すべきなんじゃないかなと思いました。まずカイセドから行きますと、カイセドエクアドル代表の攻守の要としてめちゃくちゃいい活躍をしてましたよね。ブライトンにすでに所属しておりますので、プレミアリーグでも間違いない活躍をしてて、すでに有名だとは思うんですけども、本当に間違いない活躍をしてたんじゃないかなと思います。もうすでに人気銘柄でね、チェルシーやリバプールが獲得に動いていると言われておりますが、まあブライトンの CEO がねもうすでにこの冬に売却しないと宣言をしておりますので、この冬にユナイテッドが獲得する、他のビッグクラブが獲得するみたいなことはないんじゃないかなと思います。本当にカイセドに関してはね、先ほど挙げた選手たちと比べると全然現実味はないんですけども、本当にいい選手だなぁと思いました。彼はねすでにユナサポ宣言をしてくれてるので、まあ彼がねユナイテッドに来年の夏の移籍市場で来てくれたら嬉しいなと勝手ながら思っております。そんでまあ現実路線というか、まあ現実的にね彼を獲得したらいいんじゃないかなと思う選手はラビオという感じになっております。ラビオも相当良かったっすよね。今年の夏の移籍市場でねラビオとユナイテッドはね交渉しており、結局その交渉が破綻したんでカゼミロがユナイテッドに来ることになり、結局カゼミロが来たんでラビオ不要かなと思いましたけども、まあ今回のワールドカップではえげつない活躍をラビオしてたんじゃないかなと思います。本当にフランス代表の中盤カンテとポグバがおらず大変な状況だったとは思うんですが、グリーズマンと共にフランス代表の中盤をめちゃくちゃ支えてたんじゃないかなと思います。一応ねラビオユベントスに所属しておりまして、そのユベントスがね粉飾決済をしてたことが世界中にバレ、二部降格をかましそうな状況となっており、来シーズンで契約が切れる状況となっておりますので、この夏の移籍市場ではね彼の移籍は実現しませんでしたが、ラビオとユベントス的にはね微妙な状況となっておりますので、ドニーが移籍した場合だったら彼のことを獲得してもいいんじゃないかなと思っております。ぶっちゃけドニーよりラビオの方が活躍してくれそうだよね。以上で誰を獲得すべきかみたいな話は終わろうかなと思います。一応その選手たちのことをまとめていきますと、センターバックだとパブロビッチ、右サイドバックだとユラノビッチ、セントラルミッドフィルダーだとカイセドが一番嬉しいっちゃ嬉しいですが難しそうなので、まあこの冬の移籍市場だとラビオを獲得できたら一番いいんじゃないかなと思いました。まあ以上で今回の動画は終わろうかなと思います。ユナイテッドはね夏の移籍市場で相当派手に暴れたので、まあ冬の移籍市場ではねおとなしめになるのかなと思ってましたが、まあ腹筋先生ことロナウドがね対談したことにより、一応ロナウドの分の給料が空きましたし、冬の移籍市場で誰か移籍した場合はまあそこそこお金が入ると思いますので、夏と比べるとね全然派手な動きにはならないと思いますが、まあそこそこ楽しめる冬の移籍市場にはなるのかなと思いました。まあ
獲得した方がいいんじゃないかなっていう選手、他にもいましたらコメント欄にウェイをしてくださると幸いです。それではまた配信なし動画でお会いしましょうってことで、ウェイチャ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